国際連合人間居住計画は1978年に設立された国際連合の機関。本部はケニアのナイロビに置かれている。日本語の略称は国連ハビタット、英語の略称は UN ハビタット。国際連合人間居住計画は第1回国際連合人間居住会議における人間居住宣言を受けて設立された人間居住委員会と、 その事務局である国際連合人間居住センターを前進とする。略称のハビタットとはラテン語で居住を意味する。第2回国際連合人間居住会議においては人間居住環境を開発の主要な課題として認識したハビタットアジェンダが採択され、国連人間居住センターの機能強化が提唱された。これを受け2002年人間居住委員会と 国連人間居住センターは国際連合人間居住計画に改組された。本部はケニアのナイロビにある。事務局長はマイムナー・モハメド・シャリフ。意思決定機関の管理理事会には58カ国の理事国があり、日本語理事国となっている。また、世界4カ所に地域本部を設置しており、そのうちの一つアジア太平洋地域本部が福岡市に置かれている。 4つの地域本部は次の通り国連ハビタと福岡本部は2017年に創立20周年となる。ありがとうございます。